さあ続きましては第3試合、小屋の和樹対小磯哲史61キロ契約3分3ラウンドレベル3をご覧いただきましょう。さあ重田さん、はい、これは先ほどのちょっとルールと少し違いましてレベル3ルールと。そうですね、いいですね、はい、肘打ちなし首相撲なしで、組んだ時に、両手または片手で膝による攻撃をしている時のみ有効っていう形ですね、はい。さあね、小磯選手にはね会長というね、はい、掛け声も飛んでおりましたけども、鉄斎ジムの会長さんで、はい、あの宇佐強よしやや、はい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 、原島モルモットの名付け親ですから、あ、そういうちょっとこう、そうです、インパクトの名前を、はい、そうです、選手の特徴を捉えた、はい、面白いリングネームをつけることで有名な方ですよね。なるほど。で、まあ45歳の今も戦い続けて、はいはい、前回の試合では KO 勝ちしてますから、永遠の成長期。はい、ちょっとなんか自分でも本当強さ増してるって言ってましたね。20代30代の時よりも、はい、はい、前よりいいタイミングですね。入りましたね、はい、小屋の選手はまあ26歳、まあうん、つい最近までも本当レベルスのベルトを持ってた選手ですね。そうですね、はい、ちょっと最近あんまり調子が良くなくてちょっと負けてるんですけど、うん、ここはやっぱり復活したいですよね、うん。小川さん選手どうですか、この試合は。どういうところに。そうですね、まあ、あの小屋の選手すごい気持ちの強い選手だなっていうものもあって、はい、今日なんかリラックスもしてて調子良さそう。小磯選手も会長っていうね、負けられない。いや、そうですよね、お互いにまた負けられないっていう、まあ、ジムの、ね、皆さんもね、たくさん応援に来られてますし、まあ、年齢差でいうとね19歳いや、これですから。でもね、まあ、40代半ばの選手も、ね、キックの世界にはね、そうなんですよ、何人かおられるというので、はいはい、ただ小磯選手がおっしゃってたのはその40代の選手って、まあ、今いっぱいいるんですけど、はい、やっぱりみんな20代30代から活躍してるんですよね。なるほど、はい、小磯選手に関してはもう20代30代は本当にあんまりパッとしなくて、ところが40過ぎたらどんどん強くなってるっていう、いや、ちょっと珍しいパターンですね。小笠原選手、それはちょっとなかなか選手としてね考えてちょっと珍しいくらいですか。そうですね、主張といいますか、やっぱりね珍しいですよね、遅咲きというか。いや、でもな、まあ、私なんかも年代的にはね小笠選手の方が近いんで、なんとなくちょっとねそういう年代の方もそうですね、応援したくなりますよね、したくなるというのもありますね。ベテランの選手なんかでもすごい頭はやっぱ使って練習もしてるんで、うん、なるほど、そういう部分でのなんか、そうか、うまさはあるんじゃないかなっていう、まあ、いろんな、そうね、また会長だからいろんな選手も見てるでしょうし。そうですよね、はい、もう今までのキャリアってね、そうした、そうですね、まあ、データね、体力っていう部分で言ったらやっぱり小屋の選手の方があるのかなっていう、うん、あ、小屋選手のカウンター当てました。強烈な小屋選手、ちょっとね、そうですね、入りましたけどもね、どうだ、小山選手いいんじゃないですか。いや、でもお互いにやっぱ行きますね、これね。そうですね、ナイスロー。いや、年齢差ほぼね20歳ですがね、そんなことお構いなしに、さあ両者が魂の名札を、さあバックスピン、いやいや、あっという間の第1ラウンド。本当ですね、うん、やっぱり2人とも行きますね。そうですね、はい、僕なんか見てて本当にね、お客さんもぐっと前のめりになってしまうような、そうですね、そういう試合を両者見せてくれますね、はい、ね、小山選手はちょっと今ね、負けが込んでると言いますか。そうですね、最近はね、最近ちょっと、はい、結果出てなかったんですけど、うん、今日すごくいいですよね。あ、ちょっともう危ない場面も決まっちゃうんじゃないかってところね、ありましたね、ありましたね、はい、小磯選手のカウンターいいカウンターが入ったんですけど、はい、そうです、あの追い追撃してったら小山選手がものすごい強いカウンターを打ちったっていう。いいですね、小山選手。でも1ラウンドの後半にちょっとローを切り始めたので、はい、それすごいいいんじゃないかなって思いましたね。パンチに意識がいってる中でやっぱローが効くんで、なるほど、なるほど、そこをこうまた入れていけると、うん、このローが、あ、そうですね、今もね、はい、さあ2のローをね、これが入るとまたこうパンチが当たりやすくなるんで、うん、逆に小磯選手はこのローやっぱもらわないようにしないですかと。そうですね、しかしながら前に出る小磯哲史、そうです、小磯選手からしたらもう距離冷たいですね、うん、はい、ちょっと扱いプレーあのローが来るんで、なるほど、
小磯選手もね、いろんな選手とね、先ほど言われたように戦ってますからね。そうですね。いろんなまあね、そのデータもあるとは思うんですが。はい。小山選手本当1ラウンドよりもこうパンチ警戒しながらローコツコツ当てるようになってきたのかなっていう。またちょっとこう冷静にね、はい、試合を組み立てて戦ってますよね。ジャブ触ったら前足伸びたら。はい。ナイス。もうちょっと一瞬でね、本当ですね、決まってしまいそうな、はい、ヒルリ感ありますね。ちょっと緊張感ありますよね。ありますよね。いや、小磯選手の中の表情もね、もう死んでません。おあ、さあこれはダウンではありません。小磯選手はもう結構打ち合いに持ち込めた方がいいのかなと思いますね。その展開の方が勝機がね、逆にこう小山選手に固くガードされてローを蹴られると後半きつくなってくるのかな。確かにそうですよね。こういう、はい、いや左のね、展開がすごいいいんじゃないかな。うん、まあ、それにこう小山選手も付き合ってしまうというかね。そうですね、やっぱ心が熱い選手なんで。なるほど、意外とガーッといきますよね。そうですね。これは強烈。さあダウンを奪いました、はい、結構強引に倒しに行きましたね。そうですね、最後ね。あ、ここはもう一気に行きますかね。行きますね。おでもさあ残り時間は30秒。小磯選手のパンチもこれ、はい、結構ね、当たってますね。入ってます。当たってますけどね、はい、カウンター狙いたい小磯選手。いやでも小磯選手ももうね、気持ちでも負けてないですね。おー、うん、さあここで第2ラウンド終了。さあ、しりこさん、はい、この2ラウンドもすごかったですけども、すごかったですね、うん、本当にあの気持ちと気持ちのぶつかり合いになるだろうと思ったら、はい、うん、まあ、そうなりましたね。ダウンをね、奪いましたけどね、はいはい、ラッシュも見事でした。そこもそのままでもちょっとずるずるもしかしたら行くのかなと思ったら、そこからの小磯選手のね、そうですね、粘りも、はい、うん、冷静にカウンター打ってましたからね、うん、やっぱ小川選手その辺も素晴らしいですね。そうですね、まあ、ここ小山選手もだからこう今熱くなってるのかなって言ってるところをもうちょいロー散らしてパンチ打つとかすると楽に倒せるのかなっていう、はい、逆に小磯選手はこのガッとこられたところ、うん、綺麗にカウンター狙えたらまたチャンスもあると思う、まあ、セコンドなんかからもしかしたらそういうアドバイスはあるかな、飛んでるですけど、どうなんですかね、選手としてはね。まあでもやっぱ試合中熱くなるんでね、セコンドの声を聞くと難しいところもあると思うんですが、うん、さあ、いよいよ第3ラウンド。うん、でもローちゃんとローね、ローが入ってますよね。散らすとやっぱり上が当たるんですよね。うん、ロー非常にね、有効だと思いますけども、はい、小磯選手もロー嫌がってますからね。うん、いや、でもやっぱ、はい、どん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 こうやって打ち合いに持っていくっていう、小磯ペースに行くんですよね、はい、引きずり込んでいきますね。いや、これはなんか素晴らしいですね。45歳。いやいや、なんかすごいですよ。スタミナもある。スタミナもありますね。いや、本当ですよ、うん、これねえ、お年齢考えたらって言ったらまあ怒られますけども、はい、素晴らしいですよね、さあ小磯選手はあくまでもね、打ち合いに勝機を言い出すべく、そうですね、全然パンチ死んでないですね。いいですね。いや、小山選手もね、これいい表情してますよ、ね、インドルもね、強烈。うん、やはりもうパンチでのね、戦いにこれ、小川選手なっちゃいますね。そうですね、お互い熱くなってるんで、ね、やっぱり打ち合いになりますね。やっぱなりますね、これはもう。おー、
すごいですね。もうなんかその全力を超えた全力っていう感じでして、はい、もうね限界の向こう側までお互い、ね、行ってますね。もう最後のラウンドですから、はい、行ってますね。さあ両者が、ね、選手選手も鼻血は出てますけどね、そんなことは気にせずに、ね、お互いですねこれね。小山選手さあ残り30秒切った。ミドルも強い。いやミドルちょっとねすごい試合しびれますねこれね。さあ最後の最後までアッパーもいきましたよ。もうノーカットで、うわ、さあここで終了。すごい血が飛んできました。今我々の放送席まで、はい、すごいこの激闘の証が飛んできましたね。真っ赤な鮮血がすごいですね。いやでも小笠原選手、はい、素晴らしい試合を。いやもうお互い本当気持ちが強いんで、うん、こういう熱い試合が生まれますよね。ねえこれは感動しました。もうねもう全身鳥肌立つようなねゾクゾクする試合をね、いや本当ですね、見せてくれましたよ。いやもう大歓声ですねお客さんね。本当ですね。もうまだもう勝敗の結果出てないんですけども、はい、いい試合でしたね。いやすごいですね。ジャッジ山根29対27、赤小屋のジャッジ和田30対27、赤小屋のジャッジ北陣30対26、赤小屋の以上3対0の判定を持ちまして、判定3対0で小屋の和樹勝利となりましたが、小磯選手の戦いぶり本当に素晴らしかった。はい、素晴らしかったですね。暑かったです。はい。いやこのね小磯選手のね戦いぶり、そしてまあ小磯選手もすごかった。両者のねやっぱ気持ちが伝わったんじゃないですかね。そうですね。はい。さあ見事に激闘を制して。小山和樹が勝利していきました。選手退場。